ここはね、戦ちょっと指揮取ってみましょう。家康 VS 織田信長。信長めっちゃ強えな。いろいろしっかり兵を集めている。で、今回これが私の軍でございます。まあ家康筆頭になかなか優秀な部隊が揃ってるかなといった感じ。敵軍です。ああ信長隊、いやかなり強いですね。利家とかこれ、まあ兵数同数なんですけど、結構厳しい戦いになるかなと思います。はい、ということで今回の作戦なんですけども、まあ後ろにのろし状を受けたんで、のろし状でギリギリまで待機して、罠引っ掛けて一気に攻勢を仕掛けていくみたいな感じでやっていこうかなと思います。それではバトルスタート。郡上八幡の戦い、皆の者続け。よいしょ。じゃあ軍をね、後ろに下げるところからですね。ご命令を始めるぞ。大丈夫だろ。覚悟は良いか。ご命令を。で、始めるぞ。まあ、あんまり本気でやる気はないんですけど、山形正景だけ取り行かせたいけど、ちょっとこれ様子見だな。ご命令を。一応こっちの方引かせておくか。覚悟しろ。見えないところに、ここちょっと平地なんで軍の動き見やすくなっちゃうんで。どうだ敵軍に動きは。これひどいな。覚悟せよ。せめて敵の方を向かしときたい。ご命令を覚悟せよ。多分鉄砲撃ってくるんだよね。ゲチよ。赤壁突撃。覚悟しろ。よいしょ、時間進めてみます。なるべく後ろの方の、ゲチよ。これは絶対取りたいのよね。始めるぞ。どう気づいてなさそうな雰囲気はある。よし、ナイスナイス。うずみぶくらっても全然意味のある。覚悟しろ。よいしょ、いいぞいいぞ。取れ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 。そしてうずみぶ引っかかった。これ信長隊に後ろから突っ込められるんで、赤備え突撃ちょっと食らわしてみますか。強制交代は強いんじゃない。このままでは奈落。いや奈落つらいね。かかれかかれ。いや命令負荷が効いてる。知れましたな。覚悟しろ。今が好機。切り込め。これ赤備え突撃食ら繰り返すんだけど、食らってもこれは価値あるでしょ。でどう、ちょっと何も見てなかったんだけど。いやーこれは怖いね。ちょっと前出すか。てか逆を言えばこれチャンスじゃ、チャンスなのか。始めるぞ。ご命令を始めよ。いや榊原康政これぐらいにしとこう。ちょっと家康、鬼柴田はまあいいとして、これこうだな。突っ込んできてんのは美味しい、タイミングとして美味しい。よし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 、オッケーオッケーオッケー。で、こいつらはまあ開かずない突撃させてるんで、まあいいでしょう。こんなもんか。覚悟せよ。よいしょ、こう行こうか。敵の居所知れました。足軽隊前へ。まあ家康隊はちょっと待機させながら、あんま深追いする必要ないかな。これにて幕とさせていただこう。よしよしやりたい前へ。よし、軍としては頑張れてるんじゃないか。で家康ちょっとまだだね。出過ぎ出過ぎ出過ぎ。始めるぞ。叩き潰せ。守りが甘いぞ。よしよしよ。
で、結構信長が本気で食らってくれてるのはありがたい。そして三河魂、ご命令よ。うん、まあ人数差はまだ有利だね。よし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 、やりたい。めっちゃ頑張ってんな。ご命令、赤人つぎ始めよ。ご命令を始めるぞ。これいけそうだね。ご命令を、ご命令を。よしよしよ、まあ頑張ってると思うけど、43人とかまあいいんじゃない。ここで待機で、このままではよいしょ。まあ一部隊改装したところで、よし、全然頑張ってる。始めるぞ。このまま行かせたいところで、どうだ、順調だな。よし、壊滅、油断大敵だぜ。かなり順調にいってはいるよね。赤備え突撃が、まあ、うまくいかなくなったけど、ヤタガラス、ちょっと待って、それはめんどくさいな。家康隊がこれ以上ダメージを食らうのは良くないんで、こう、よし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 、オッケーオッケーオッケー、待て待て待て、引かせます。やっつけろやっつけろ、引かせろ引かせろ、よし引くしかないよ、よし。あー、まあまあまあ、ただ壊滅みんな食らった。オッケーオッケーオッケー。家康大丈夫か、危ないね、回想しそうだ。で100人は一旦下げよう。引いて体勢を立て直す。よし、やりたい、前、オッケーオッケー。始めるぞ。あとは信長をこうやっつけるだけ。敵の居所知れました。怖いな。攻撃家康に食らうと死んじゃうので、ここはちょっと怖いから頑張らせようかな。ご命令を始める、やりたい、前、やっぱり食らうね、その雰囲気あったね。命は惜しまぬ、それが我が戦よ。でこれこうだな、始めるぞ。危ない危ない危ない。よーし、奇襲引っかかった。信長退けたぞ。ということで勝利。いかなる苦難も耐え抜いてみせる。悪くはないですね。よいしょ、捕獲した武将池田戦とかめっちゃ優秀なんだけど引き抜けねえな。チュルンって、よし取れた。まあ頑張ったんじゃない。進め、大谷義継引き抜けたいな。交渉とかできない。自動まあ無理そうですね。700人だったらどうにかなったかもしれんけど、出陣する。長島城向かおうか。多分ダメだと思うけど、ご命令を。これで無理そうなら引きます。8日か、家康対ワンチャン、ワンチャンいけんのかこれ。しかも使いのものが来たようです。織田家無条件は拒否ですね。あ、触っただけで取れた。楽な戦であったな。ここ取れたのでかいぞ。ないことです。で、参るぞ。そっちは軍出てんの知ってるから、東土高虎出てくるっつってるな。てかお前準決勝ゲットしてんじゃん、地味に。進め、大垣城。よいしょ、200人だけど、まあもう一旦講和かな。湯川さん、湯川さんあんまいらんな。うん、一旦講和ですね。織田くん、かしこまった。
あんま戦ってもしゃあないんで、これだけ取れればまあ十分でしょう。うん、仕事として頑張ったと思いますね。よいしょ。ご命令を。じゃあこれは返してあげて、一応ここはいいんだけど、こっち取られるのはちょっと尺なんで、ここだけ妨害しようかな。姉が工事強いのいるのか知らんけど、あんまいないね。74、まあでも武将取られるよりマシかな。どうだろう、結構忠誠下がってる。そんなことないか。準剣所立てまくりましょう。信長と戦うときにやっぱ準剣所必要。そこ手に入れてくれてんのは本当にありがたい。はっ、かしこまった、かしこまった。こんなもんかな。これで準剣所も有利に行きたいところだ。国力84000、兵糧収入43000。だいぶ兵糧収入減らせたね。やっぱこの海辺の城取れて港を奪い取ったのがでかかったのかもしれん。まあでも岐阜城5800は取りたかったかな。まあそんなとこですね。上杉と信長がここで戦うことによってかなり不利になるんで、それだけ期待しておきましょう。そして志、自流なんちゃらが解放されたと。でこの2000人が多分動いていこうとしてるんで、あ、宣戦布告できねえわ。これ上杉攻めんの正解？この辺から上杉領を取りに行くっていうルートはありなんだよな。ただうちって今国力ないだ。織田の領地奪い取ったか1位になってない。4位か。なんか信長の方が完全に国力増やしてんだな。嘘、こんなに頑張ったのに。これより表情を始める。まあしゃあないですね。じゃあ農業と商業取ろうかな。一旦内政整えて今後に備えましょうか。でまあ取りたい能力いっぱいあるんですが、ポイントが足りてない。普通に軍事だね。宣戦布告はできない。まあやるなら上杉だけど、上杉にやる力は今のところないかな。上杉やる気力が起きない。やっぱ織田家もう一丁ぐらい戦っとかないとダメですね。よし、上杉と、上杉とご命令を。織田がこれ仲良くは絶対ならないんで、ここで戦を起こしてくれれば最高かなといった感じです。漁夫の利を取りに行こう。これで姉が工事料とかこの辺をバコバコ取っていけばいいでしょう。よし、秋になりました。ご命令を。結構いい試合ができてんじゃないか。いやー、辛いのは兵糧が14万、4万減らしてもまだあるのか。ただもう兵糧収入うちの方が勝ってきたんで、あとはうまいことちゃんと城取っていければ全然倒していけるはずだ。3000か。やっぱ5000のこの城重要。700だからやっぱこの山あいの城2000あんの。そこすごいいっぱいあるね。あとはもうどこら辺でいっぱい米抱えてるのかわかんないけど、安土城か、沢山、長浜多いね。なんだかんだ言ってでも米いっぱいあるんだよな。そしてテルムネ対北条、これも北条つくんだけど、いやこれまずい。今のまま行くと織田と上杉と北条に攻められて何も動きが取れなくなる可能性があるんで、とりあえず北条と戦い終わるまではどうにか。北条あと1年で切れちゃうんでしょ。
これはまずいですよ。だいぶ上杉食い破っとくか、漁夫の利を得れるように頑張るか。いや、漁夫の利頑張ろう。金を貯めて内政を強化してってやっていくしかない。これより表情を始める。じゃあ、まあ、軍事足りてないんで軍事と論議取ろう。69、56、そして52。表情を終える。いいねいいね。城攻めの国、波状土城攻めの国へは解放させとこう。で、絶好調確率絶対上げた方がいい。港証券、まあ港いっぱい手に入ったし取っとくか。金銭収入を上げて内政を強化させよう。我が野望、何人たりとも止められぬか。フグが強いのかもしれんな。まあ今これ使ってるね、お金どんどん内政の強化に。それはありがたい。あ、でも天下フグしたけど鐘楼収入は増えてないから、まあまあまあ来たか。北条対上杉、これ北条につくんだけど、これ様子見て行った方がいいな。2万か。上杉の隙をついてこっちの方でね、この辺の土地を取ってここはもう信長と戦わせたいんで、うん、ちょうど今2万9000出してるところに軍を出した方がいい気がするということで、これ上杉家に宣戦布告しておきます。その身で知るがよい。手を貸しましょう。よいしょ、800。まあ米もらえるならもらっとこう。で、2万。我に続け。これぐらいは出しときたいね。我が義には毘沙門天の加護と呼ばれる。北条も結構軍がっつり出してるな。どうしようかな。上杉城のこっちは取っておきたいんだよね、早めに。出陣するぞ。こう2部隊で行こう。皆の力合わせよう。我が義を示す。一気に上杉城を突破する。今回はもう上杉を完全に宣戦布告できないように弱体化させる。これが一番の目的。勝ちは揺るがん。勝ち続けるのみ。23日強行、まあ悪くない。で、借りた狼関かな、いや、借りた宇藤。我が志、必ずや果たしてみせる。織田にやられる前にも意味わかんないけど、絶対これはやんないといけんね。商いを始めましょう。で、大名保有地開花全員の忠誠尽守、これは欲しいところだ。上杉対北条、上杉家の勝利。5100、これは勝てるな。我らを甘く見たよ。で、坂戸はもうこの際いいでしょ。我に続け。松代向かおう。オッケーオッケーオッケー。桃井さんナイス。進め。柿崎影家か、出てるな。良くないのが回復されてんな。これより表情を始める。まあでも全然仕事はしてるでしょ。55、56、そして51。ポイントは高いんだが何もできんな。これ捨てがまりか。捨てがまりちょっと取っとこう。現状農兵多いんで。そしてうちに使いたい。あ、この加藤さんかなり優秀ですね。あと永井さんもなかなか、ただ一級品かと言われると微妙なところですな。我が義を示す。とりあえず春日山は兵糧収入多い、4000あるから春日山 取れれば最高ですね。28日方位でいいんだ。
春日山に到着。50日方位。いや、方位で取れるなら全然米は持てばいいかな。そして北条対上杉は上杉の勝利。さすがといったところ。2800でこれは出てきてるけど、さすがに勝てますね。で一部隊だけ置いてけば負けるわけにはいかぬ。これで交渉で坂と取れないかな。あと6日か、すぐだ。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。